のテーマですがこちらです。 BPO のとんでもい現象、はいはい、さらにピョンチャン五輪中止、はい、生マークびっくりマークがついてますが、トランプの戦略的外交、さらに相撲協会横審の無責任、こちらもお送りしたいと思います。さらにゲストコーナーは高橋陽一さんをお迎えいたしまして、また興味深いお話たくさん伺いたいと思います。はい、はい、ではまず、はい、まずこれはいわゆる MXTV のねニュース女子という番組の問題で、はい、まあ、この記事がこれはどこだったかな、読売新聞かな、はい、読売新聞の記事が出てますけれども、重大な倫理違反とかね、持ち込み交差不足とか、まあ、こういうことなんですけども、はい、この番組自体はね、MXTV という東京中心関東ローカルのこういう番組なんですけれども、はい、まあ、この枠はまあその DHC テレビという、はい、そのところが番組枠をまあスポンサーとして買い取る形で時間枠をね、はい、でそこで制作もやってやったと、うん、でまあ、こういう枠の中で沖縄のまあ左翼運動ですね、うん、基地反対派っていうのがの実態をまあ暴いたわけですね、はい、まあ、それに対してまあ、なんていうんですか、重大な放送倫理違反があったと、うん、おいなんだよってと、まあ、はっきり言うとしっかり交差してないとか、うん、ね、実際は例えばこの問題で言うとこのそのまま読めば外部の制作会社って、まあ、これ DHC さんなんですけども、はい、全て持ち込み全て作った持ち込み番組で建設反対派の、過激な反対運動の実例として救急車の進行妨害、参加者が日当をもらってるなと報じたと、はい、これに対して放送直後から、うん、まあ左翼でしょうね、多くの意見が寄せられたって、これね、DHC のあれで言うと、うん、これはねちゃんと本当なんですよ、はい、我々の沖縄の放送局だってしっかり、はい、まあ、我々も加山さんに訴えられてる一つありますけどね、うん、これは、まあ、本当なんですよ、まあ、うちだって繰り返し繰り返しやってますよ、やってますよね、はい、ね、まあ、そうですね、DHC さんお金あるからその、まあ、なんていうの枠をね買い取って MX でやるってことで、これたくさんの人に見てもらう、すごくいいわけですよ、はい、それで嘘をついてるなら問題があるんですよ、うん、でもこの枠のニュース女子の枠はまあ我々が見る限り正しいこと言ってるわけです、倫理規定って、うん、そんなこと言ったら TBS やにも NHK やなんこんなめちゃくちゃな、ね、こう放送してるのになんでここだけ取り上げるんだって、うん、基地の反対派が例えば今与田さんというね、うん、人が、まあ、この間ゲストでうちに出てもらいましたけど、はい、もう道の検問やるんですよ、あの人たちは警察じゃないですよ、そういう人たちに勝手にやってここから出てけとか行くなとかね、うん、こういうことをやることは本当にこの今言ったこの項目を挙げたのは事実なんです。車の進行とかそういうの本当に妨害してるんです、傍若無人、もっと言えば辺野古の基地の前で、はい、青テントやって、歩道にずらり並べてやって、ね、はい、これ一体何なんだ、不法占拠してるの、これが実態であって、それから何だか日当をもらって、うん、これもう本当その通りですよ、日当もらってない人もいるか分かんないけど、うん、組合とかもう旗がもうバンバン立って、それから韓国のハングル文字の人たちも入ってね、うん、なんだか知らないけど、なんだか知らないけど、じゃあ知ってるんですけども、はい、組合の人たちはちゃんと出張費とか、日当もらってるんですよ、弁当代も。全然嘘ついてない。本当のこと言われて困ってるっていうね。まあこれ、うん、まあそういう意味ではですね、このことはちょっと私も言っとかなきゃいけないと思いますね、つまりこういうね左翼には甘くて、まあ、これ本当のことを言う、これは例えばチャンネル総合だと DHC だとどこだろうと、事実を言ってるところは事実としてちゃんとね、うん、見なきゃいけないですよ、はい、嘘ついてるなら我々もどこだろうと左だろうと右だと批判しますよ、でも嘘をついてない報道をしてこれがなんか倫理規定だ、はい、なんかさもいい加減に作ってる、うん、で交差もしなかったって、だったら、まあ、それこそ TBS のサンデーモーニングとかいろんなね、もうはじめニュース番組、報道番組ってありますから、本当に検証してるのかって、なんでじゃあ他の意見を、他の保守系の意見を入れないんだとかね、我々 NHK のことだって1万人裁判まで持ってってやってるわけですよ、はい、こんなことを問題するような問題ではないし、むしろ報道の自由とか、ね、こういうものをちゃんと
貫きなさいと BP は言わなきゃいけない。これ BPO というのはもちろん NHK から民放各社とかそういう連中が集まって勝手に作ってる、まあ映画でいうとエイリンっていうのはありますけどね、はい、全然役割果たしてないですよこれ、ね、むしろこのいい加減な偏向報道をする、規制の、メディアの肯定をしていると、うん、これは大いに我々叩かなきゃいけないということを、はい、まあ、言わなきゃいけない。正しいことを正しいと言ってるところを応援しないといけないと思いますね、これはね。はい、はい、まずこれが一つです。はい、はい、そして次